これから7回マリーンズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号30市岡がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。背番号30西さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたがいかがですか。まあ今日の試合厳しいですね。まあただね、打撃陣は頑張ってほしいなと思いますね。踏ん張りに期待しましょう。3球目見送っています。ボール、これはサードペーニャ抑えてワンアウトです。この田村、このところ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、西さん、不調に陥っている感じでしょうか。スイングを見る限りはいい感じなんで、そう心配することもないと思いますね。なるほど、そうですか。バッターは古谷、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ストライク。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。見逃して三振です。2アウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター平沢、2アウトランナー1塁です。初球ストライク。次が2球目、2球目決まっています。さあ3球目は何か。打ちました、取った、2塁を送ります。3アウトになりました。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。9対1マリーンズ大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。西さん、まだ3回ありますので1点でも多く返しておきたいところですよね。いやもちろんですね。この辺でね、弱気になったらいけないですよ。最後まで諦めたらいけない。打ちました、これは大きい、伸びていく、ファウルになります。低め決まってストライク、ノーボール2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは5番鈴木、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。古谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。打ちました、打取って2アウトになりました。バッターボックスには6番エルドレッド、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。最初は変化球できました、ボールになります。打った、これはスタンドへ入りそうです。これは三塁側のスタンドに入ります。真ん中見送っています。ワンボールツーストライクです。この球は外れています。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回カープ三者凡退です。7回終わって9対1マリーンズ大量リードしています。ゲームは8回に入ります。マリーンズの攻撃、打順は2番角中、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。カープ厳しい展開で8回を迎えました。さあ小宮山さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、この終盤に点を与えないことですよね。打ちました、破りました、センター前、これで5試合連続安打。ノーアウトランナー2塁1塁、バッターは4番パーセ。まあカープとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。高めへのストライク、すぐに追い込みました。このピンチは空振り三振。打席には5番バッター鈴木、
先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁二塁です。高めいっぱい見送りましたがストライクです。ストライクを先行させていき見逃し三振、ピンチをしのぎました。6番バッターザ、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁二塁です。バットを出しません。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました。これはショートライナー、ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。9対1マリーンズ大量リードしています。マリーンズ8回の裏マリーンズに選手の交代がありました。レフトの角中に代わりまして石峰。8回の裏に入りました。7番から始まるカープの攻撃、バッターはペーニャ。カープ点差が離されて8回の攻撃を迎えます。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですがいかがでしょう。もう終盤ですからここで得点しないとちょっと苦しいですよね。残された攻撃はあとわずか、勝敗の行方はどうなるんでしょうか。さあ4球目は何か。ど真ん中へ入れてきました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。打ちました。ヒットになりました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは8番相澤。先ほどの打席でソロホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ストライク、ノーボール2ストライク。さあ外してくるのか。低め見送っています。打ちました。弾き返した打球はレフトへ、レフトライナー掴んでまずワンアウトです。ワンアウトランナー1塁となりました。今日これがプロ入り初打席となる市岡、ワンアウトになっています。バッターボックスには代打の松山。西さん、ここはランナーを進めたいですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。まず一応ついてきました。2球目は何で来るか。ファウルになります。ここもファウルです。打ちました。右中間へのヒット、見事起用に応えました。ワンアウトランナー二塁一塁、打順はトップに帰って西川。さあ残り回も少なくなってきましたがしっかりと点を返していきたいところ。初球空振りです。打った、高く上がった、これはどうか、ライト掴んで2アウト。2アウトランナー2塁1塁と変わっています。バッターボックスには2番菊池、先ほどの打席でヒットを放っています。2アウトになっています。初球空振りです。チェンジアップを見極めます。完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。3番バッター丸、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。カープホームランで得点を挙げています。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。バッター、これはどうだ、1、2塁間を破る、
合連続安打。ツーアウトランナー一塁。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、どうでしょうか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。初球空振りです。これが2球目。引っ張った。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、滑り込んだ、ナイスプレーです。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。8回終わって9対4カープが得点を入れています。これから9回マリーンズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。背番号20長川が3番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。背番号20だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。引っ張った、一塁送球します。アウト、ワンアウト。8番バッター田村、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。改めてお聞きします、バッターの田村、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ 1,2 塁間をきれいに破るヒット。空振り三振。バッターボックスには代打の加藤。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね、しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ注目しましょう。これが1球目、際どいコースによってストライク、ボールになります。落ちる球、見逃してストライクです。ワンボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。9対4マリーンズがリードしています。9回の裏カープの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。背番号28松永がマウンドに上がります。西さん、現役時代こういった場面での逆転劇というのはご経験はありますか。まあないことはないんですけども、まあなかなか難しい場面ですね。そうですよね。低めの球決まった。次が3球目、変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは6番エルドレッド。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。これはどうか。ヒットになりました。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー2塁1塁。打順は7番ペーニャ。まあここから試合をひっくり返すというのはなかなか難しいですけど、最後まで諦めてはいけないですよ。バッターボックスのペーニャ、今シーズン得点圏での打率は1割。ストレート打った。サード取った。2塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。ツーアウトランナー3塁とかあります。バッターボックスは8番相澤。今日はホームランを放っています。ツーアウトランナー三塁です。初球ボール。さて西さん、バッターの相澤、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。右バッターなのに左ピッチャーを非常に苦手としていますね。珍しい。真ん中打った。よく取った。一塁送球、一塁アウト。これで3アウト。試合終了です。残念ながらカープ敗れてしまいました。ホームで迎えての初戦でしたが、小宮山さん、
残念ながら黒星スタートとなってしまいました。これはねやっぱ痛いですよね。どうしても何がなんでも最初の試合勝ちたかったはずですから、かなり痛いですね。そうですね、そんな残念な空気がこのスタジアムに包んでいます。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように交流戦初戦はカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。